ャチャは明日の用意はできたんでしょうか。バッグを大事そうに抱えて眠ってるわ。ちょっと心配ですね。私が確かめておきましょう。忘れ物してないかしら。いでよ、お花の束。気持ち悪い。うわ、怖い。お会いないしちゃいましょう。チャチャ、いたずらが過ぎますよ。魔法学校入学は中止ね。ごめんなさい。お花の束を出してセラビー先生にプレゼントしたかっただけなの。明日から魔法学校へ行けるのが嬉しかったんです。ごめんなさい。まあいいでしょう。明日から学校で失敗しないでくださいね。わーい、わーい。チャチャ、本当に失敗しないかしら。その時はその時ですよ。これも忘れちゃいけませんね。これでよしっと。よし、もう一度念には念を入れて。シーネちゃ ん、もうそれで100回目よ。いい加減にしなさい。それより明日着ていく服どれがいい、シーネちゃん。ではお師匠様のために僕が魔法で、えいっ。よろしくお願いします。じゃあよろしくということで手などをつないでいきましょうか。チャチャさんの手って意外と毛深いんですね。そうかな。え、なんだよお前、いつ現れたんだ。いつだっていいだろ。だいたいチャチャの手を握るなんてずうずうしいんだよ。はいはい、喧嘩はやめましょうね。仲良く学校に行きましょう。ん、俺も行っていいか。行こう行こう、リーヤも行こう。そんなに簡単に入学できないんだぞ。お前に聞いてないもん。いいですね、リーヤくんが勉強するのは大賛成です。おバカさんだし。わーい、学校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 。お師匠様、あっちの服が良かったかしら。お師匠様ったら。何、どうしたのシーネちゃん。何も聞いてなかったんですね。ドロシーちゃん、ん、その服なかなかお似合いですよ。そうでしょう、この日のために特別に作ったんだから。私にはいつもと同じ服に見えるわ。みんな行くのよ。入学するにはお師匠様やセラビー先生のような保護者が必要なんだぞ。俺のじいちゃんだ。シュイー、筋肉大魔人じゃなくて筋肉大狼男なのよね。わしがリーヤの保護者じゃ。リーヤー、学校へ行くなら行くでさっさと行かんと遅刻するぞ。よし、俺頑張るぞ。お先行きますよ、シャチャ。はい。ああ、いいな、みんな本気なんだ。バカモン、何をもたもたしとる。さっさと行かんかい。頑張ってこい、リーヤ。おお、そうじゃ、わしも挨拶せりゃ。ほっ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 。大魔王様、どうやらセラビーの弟子とチャチャが魔法学校に入るようでげすよ。ということはセラビーの目も届きにくいというわけだな。よし、そうです、あの小娘を始末するのだ。大魔王様、どうしてあんな小娘にこだわるんでげすか。お前は言われた通りにすればいいのだ。なかったでげす、すでに強力なスパイを送り込んでおいたでげす。よかろう。ここが私とドロシーちゃんの母校のうらら学園です。懐かしいわ、愛と希望に燃えた頃の私が。ほら、そ
子ここに見えてくるみたい。ああすげえな、踊ってるよ。ドルシーったらセラビーと喧嘩してその腹いさに校舎を5回も破壊したのよね。本当は6回です。小さなものも含めれば500回ですよね。お師匠様ってパワフル。単なる乱暴者よね。あんた、そういうセリフは自分の口で言ってみなさいよ。それでは遠鏡先生のところへ行きましょう。はーい。はい、どうぞ。待って、あたしが開ける。じゃあやってみなさい。チャチャさん、ガンバドアよ、開け。怖い。こんにちは、お久しぶりです。あら、まあまあまあ、セラビーさんとドロシーさん、懐かしいこと、立派になっちゃって。ドロシーさんは少し小さくなったんじゃなくて？ドロシーちゃんはこっちですよ。あら、まあまあ、ドロシーさん随分変わりましたね。どういう意味かしら。いろいろありまして、お化粧もちょっと濃くなったようね。そうね、そうね、苦労なさったのね。あら、この子たちね、うちの生徒になるのは。こんにちは、チャチャです。シーネちゃんです。リアだ。まあまあ元気そうな子たちだこと。学園長のうららよ、よろしくね。わしだーリーヤのじいちゃんじゃ。ふつつか者の孫じゃが、ご指導ご鞭撻のほどよろしゅうお願いいたしますじゃ。まあまあ丁寧なご挨拶、帰って恐縮いたします。園長先生、私たちは何組ですか？そうね、とりあえず1年生からお勉強しましょう。バナナ組のラスカル先生のクラスにしましょうか。とっても優しい先生よ。呼んだか園長、私に何の用かな。行ってみたまえ。あ、ラスカル先生、新しくバナナ組に入るチャチャさん、シーネちゃん、リアさんです。ほう、私のクラスに入るとはいい度胸。あっ、よーし来い、私は優しい先生だ。なんだかすごい先生ですね。大丈夫かしら、あの子たち。優しい先生じゃ、あれなら安心じゃ。うちの君の新入りだ、可愛がってやれ。いじめたりしたやつは無知でビッグランチやるぞ。チャチャとシーネちゃんは魔法使い、リーヤは狼男だそうだ。狼男は他にはいないが、魔法使いは魔法使い同士。黒ずきんのヤッコちゃん、仲良くしてやれ。はい。女の子の魔法使いだ、嬉しい。うん、貴様ら一人ずつ自己紹介を兼ねて何か芸をやれ。芸？面白くなかったら無知でビシバシだ。心してやれ。まずリーヤ。俺から？腹くくってやれ。よし、強い子良い子のリーヤだ。隙がなくても狼になれる。こりゃ、キャー、かわいい。ラブリーワンワン。犬じゃない、狼だってば。はあ、先生ずるい、抱っこさせて。次、シーネちゃん。は、はい。ひでお花、いっぱいお花、えい。しまった、無知でビシバシーだ。シーネちゃん、はあ、ビューティフォー。次はチャチャ。はい。どうしよう、とラスカル先生は可愛いの、綺麗なのが好きなんだわ。どうしよう、どうしよう。そうだ、ウサギさんにしよう。出よう。もしここでウサギが出ないでうちなんか出たら、うちでビシバシ。こういう時にはわざと違うものを言った方がいいんだわ。出よう、ウシ。ウシ、ウシ、ウシだ、ウシよ。
よし、元気でいいぞ、花丸だ。チャンスだ、コッキン。これでいい、コッキン。いい先生じゃないか。怖そうだけど優しい先生なのね。チャチャ、どうやって始末してやろう。チャチャさん、お師匠様たちが帰るところですよ。え、セラビー先生が本当にどうなるの。チャチャ、セラビー様、ほら、あそこです。あ、本当だ。よーし、セラビー様。はい。あ、本物のセラビー様だわ。なんて凛々しいお姿。さすがは世界一の魔法使い。セラビー様、愛してるわ。どうしたの、どうしたの。私はあんな子は知りません。何慌ててんのよ。輝かしい青春のときめき。セラビーったらみんなに注目されるの苦手だったんだ。弱み握っちゃった。とうとう告白してしまった。でもこれでいいんだわ。ヤッコちゃん、私の先生を知ってるの。私の先生、私の、うーん、長い間セラビー様を独り占めしていた弟子って、チャチャ、あなただったのね。この子がセラビー様に唯一可愛がられている弟子のチャチャ、ニックギチャチャ。私だって愛するセラビー様のところに弟子入りしたかったのよ。そしていつか可愛い弟子から可愛い恋人になってゴールインするのよ。びっくりした。チャチャチャとにかく、あんたみたいな子がセラビー様のそばにいるなんて許せないわ。何よ、赤ずきんなんかかぶっちゃって。全然魔女らしくないじゃない。だってこれセラビー先生の手作りだもん。手作り。チャチャさん、煽っちゃダメですよ。ヤッコちゃん、新しいお友達いじめちゃいけないよ。お黙り。出すから先生。先生、私、先生、その顔、さっきより怖い顔になってる。本当だ、怖い。なんだ、さっさと言わんか、やっこちゃん。はい、あの子と勝負させてください。え、なるほど、やっこちゃんとの戦い方を研究してから手を下してもいいな。よかろう、ねじっこいのは嫌いだ。どうせなら派手にやれ。あら、チャチャさん、こんばん。電流が流れてる。ねえ、ヤッコちゃん、やめようよ。ダメよ、弱虫ね。時間無制限、電流ビリビリ完全KO、泣いても許さないデスマッチ、始め。ああ、もう逃げられないわよ、始まっちゃったんだから。わかった、遠慮しないわよ。ピリってした。何やってんのよ。行くわよ、いでよ地震。はい、揺れる。でも飛んでれば平気なの。いいぞ、出た。雷、雷神があれば大丈夫なの。火事、防災シャワー。チャチャ、出張しです。やるわね、仕方がないわ。極めつけを出すしかないよね。待って、今度は私からヤッコちゃんの出そうとしてるのを出すね。のできるの。じゃあやってみたら。地震、雷、火事、親父。呼ばれた。あくー。
け。おじやか。おじや。おじや。おじや。しょうもない勝負は終わりだ。行くぞチャチャ。はじめから私がやればよかった。どけやっこちゃん。やっこちゃん。よそ見してる暇はないぞ。チャチャ。おじやは熱かったぞ。チャチャ。熱かったんだよ。とっても熱い。おじや。いつものラスカル先生じゃない。親父じゃないよ。おじや。あなたはラスカル先生じゃありませんね。うるせえババアは引っ込んでろ。ひどい。いえ、ここでくじけちゃいけないんだわ。頑張るわ。園長。あら、あらあら、ママ。あらあらあら、ママ。園長先生何しに来たの？ちゃちゃ、後がないぞ。後ろはビリビリですよ。もう逃げられんぞ、ちゃちゃ。お外に逃げちゃうの。面白い。外で勝負か。必殺暴れん坊無知。何あれ変なの。いけ。チャチャ、危ない。うわ、危ない。リア、乗れ。お前と二人乗りは嫌だけど、そんなこと言ってる場合じゃない。よし。うわ、お前運転乱暴だぞ。文句言える立場か。逃がすものか。うわ、なんとかしなきゃ。チャチャ。チャチャさん、やるわよ、リア、シーナちゃん。はい。よし。希望よ。愛と勇気と希望の名のもとに、マジカルプリンセス。マジカルプリンセスだ。行け、暴れん坊無知。ビューティーセレインアロより譲るもの。己の組みする世界はここにはない。ラスカル先生を元に戻し、速やかに闇へ帰れ。私はどうして校庭にいるんだ。ママ、ラスカル先生、よかったわ、よかったわ。は？ごっくん。小娘にやられたな。いえ、狙いはよかったんでげすが、ラスカルが今一つ弱体でげして。それは言い訳か。いや、その今一度チャンスを、もう次の手は打ってやるんでげすよ。今度こそ絶対でげす。期待していいのだな、げす。あ、
感じます。え、何かが闇の中でうごめいています。何かって何？それは分かりません。ドアよ、開け。ん、またやってますね。おかえりチャチャ、ドアは開きました。先生ただいま。気持ち悪い。いい？チャチャ、これは開けじゃなくてクラゲではないでしょうか。こんにちは、私エリザベス。大変、リーヤが記憶喪失になってしまったの。溺れているところを助けてくれた人魚のマリンを恋人だと思い込んでしまって、チャチャたちのことなんかすっかり忘れてしまったの。大魔王の策略で大きな海坊主がチャチャを襲おうとしているのに。リーヤ、早く記憶を取り戻して。次回、ぶりっ子人魚マリン、お楽しみに。